旅行第56潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の18番艦。初代については、旅行第56潜水艦を参照。1942年の昭和17年度計画により、1943年12月2日、三井玉の造船所で旅行第75潜水艦として寄港。1944年7月5日、 漁港第56潜水艦に改名されて浸水。1944年11月15日に巡航し、二島潜水艦に類別。同日、舞鶴鎮守布石となり、訓練部隊である第6艦隊第11潜水船隊に編入された。1945年2月10日、第34潜水隊に編入。3月18日、両56は再起を出航し、 九州南西沖に進出。22日、紹介区域に到着したとの報告を最後に、消息不明となる。アメリカ側記録によると、4月9日、沖縄西方沖で、米機動部隊を護衛中の米駆逐艦間満線が820メートルの距離で先行中の潜水艦を、そのー探知し、爆雷攻撃を行った。その後、米駆逐艦マーツが合流し、 爆雷攻撃を行った。その後、万戦の最後の爆雷攻撃で潜水艦を撃沈した。これが、旅56の最後の瞬間であり、艦長の長松正樹隊以下乗員79名、全員戦死沈没地点は、沖縄西方45海立地点付近、北伊26度09分統計130度21分。 北緯26.150度統計130.350度26.150130.3504月15日沖縄南西諸島海域で防出と認定され5月25日に除籍されたありがとうございます